IOC は札幌でやりますと、30年はで34年はソルトレイクだということがもう規定路線なんですよね。そのためにはどうするかというと、とにかく札幌が辞退されちゃ困るんで、じゃあもう札幌が辞退できないようにするにはどうしたらいいかと、決定するのを遅れさせればいいんだと。でその間この五輪汚職や五輪談合も収まるだろうと、早く日本はなんとかこれをきれいにしろよという最後の技を使ったというですね。札幌がこの辞退するともうオリンピックをやりたいっていう都市がなくなっちゃうんですよ。だから今度 IOC の方が困ってるわけです。で IOC の方の実は幹部の方に、幹部って言っちゃいけないんだ、IOC の人にも聞いたんですけど、4ヶ月ぐらい前からこのシナリオを言っていましたんで、簡単だよと、34年と一緒に決めちゃえばいいんだと、その間は終わるでしょうと。要するに ロサンゼルスパリもこれ決めましたよね、一緒に。あれもやっぱり IOC での汚職が出ちゃって、ね、日もさっちも行かなくなったんで、ほとぼりが冷めるまで待って2都市同時に決めたんですよ。今回もソルトレイクと札幌を一緒に決めちゃうと、もう30年34年決まってますから。ニュースアップエイドスタートです。